お前らよ、頼むぞ B は。こっちは俺がヒルしとくからよ。あ、味方 A 取ってくれてる。これで打開ポジ行こう。打開ポジ3点乗り、3点乗り。お、味方なんで A 離れようとした。取ってこ、取ってこ。よし、これで無理やり、無理やり取る、無理やり取る、無理やり取る。はい、どうもジャヌダルクです。というわけで今回もコールオブデューティーモバイル早速ね実況プレイやっていくんですけども、ついにシーズン3の新スコアスリークが追加ということで、こちら XS1 ゴリアテ、まあ CODAW で登場したジャガの枠ですね。まあ本来はロケット機能だとか色々とあるんですけど、一応 COD モバイルではガトリングと爆上がるみたいです。まあ前回ね機炎武士から無理やりね獲得して使ってる動画が上がっておりますので、まあ詳しくはそちらご覧ください。はい、ということで気になるこちらの獲得方法はめっちゃ簡単で、まあざっとこんな感じですね。一応まあ初日で取れるように設計されておりますので、早速こちら獲得していきましょうか。ぶっちゃけ一番最後に残ったのがマルチプレイ5回プレイするっていう、まあ5試合分しなきゃいけないっていうのが残ってしまってるので、多分まあ大体5試合やったら取れるんじゃないかな、みんなも。まあそんな感じなんでね、めちゃめちゃ簡単ですので、ぜひぜひこちら獲得してください。ゴリアテ XS1 ゴリアテを呼んで、強力なアーマーと弾薬無限のミニガンを装備するガトリングですね。おー、やっぱ見た目荒々しいよね。一応これ後ろのこのなんか真ん中の背中あるじゃないですか。ここがこうクパーって割れて中に人が入っていくってパターンなんですよ。だから結構ね装着方法はかっこいいんですよね、本家の方だったら。ただまあ COD モバイルだったらそういったのがないんで、ちょっと残念なところではありますが、まあ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 こちら使っていきましょうか。とりあえずねこれからもコールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録と高評価お願いします。それでは早速やっていきましょう。はい、ということでニュークタウンのドミネーションやっていきたいと思います。まあ、今回の、ゴリアテのタスクの方がねこちらで達成しましたので、最初はこちらのマップの方でやっていこうかなと思います。さあさあ、ということで使っていくカスタマイズはこちらタイプ25ジオメトリーのクイドログリップサプレッサー。まあ、結構こちらの装備がランクまでも使ってた装備なので、まあ、ある程度立ち回れるんじゃないかなと。ちょっとまあニュークにおいては確かに強いんだけど、まあ、MSMC とかいた時にちょっと負けてしまうところがありますが、まあ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 、公開待ちぐらいだったら大丈夫でしょうという、満身からちょっとやっていきましょう。さあ、とりあえず味方が入ってくれてるんですけども、これ怖いな、車。爆破されたらね、これ一発なので、なかなか怖いところありますが、リロードする。よいしょ、オッケー。さあ、とりあえずこれでオッケーなんだけど、味方それカバーできる？味方それ、おーいマジか。いや、まあ味方に任せたのが悪いんだけど、ちょっとね、さっきのはカバーしてくれてもよかったんじゃないかなと思う。あのタイプね、ちょっとリロードは別にそこまで遅くないんだけど、ファストマグとかつけてないから、そう、クイドログリップサプレッサーっていう、明らかに陰キャーで絶対1体持っていくマン装備だから、ちょっとね、2体目3体目のキルスト繋げるのは難しいところではありますが、とりあえずまあこういう形で味方と一緒に進軍でカット、タイプのちょっとタップ打ちして、見る。来たね、オッケー。チキル、うっそー、そっちからまた戻ってきやがった。いや、ああいうね、やっぱ取り逃ししちゃうとね、生きってこう遠距離から抜かれちゃうから、ああいうちょっとね、裏取りムーブ野郎を早めに縛っておきたい感はある。さあ、飛べ。ん？飛ばない？いないのか。ああ、そこいるパターンね。オッケーオッケー。逆に私が陰キャポジに入りました。オッケー。さあ、廃車の方からしっかりとぶち抜いて、B 入られてるくさいね。手前もカット、ダブルキル。で、スパローじゃないわ。これ、テンペスト、溜まりましたので、これで使っていきましょう。遠距離、ナイスイチキル。さあ、ビリビリしてるやつ、ビリビリして、こう、ビリビリ、1枚。いやー、それやばい。さすがにその数は無理。オッケー、とりあえずゴリアテ溜まったね。リロードしておいて、ちょっと次のラウンドまで待っておきましょうか。オッケーオッケーオッケー。とりあえずキルはできた。さあ、このディスガリムーブをちょっとうまいこと使って、今のうちにもう一回前線上がって、次のラウンドもね、溜まるようにしっかりと、ポイントだけ稼いでいきましょう。いやけど結構上がられてんな、敵に。ナイスオッケー、勝利。いいね、50対32。ちょっと敵さん裏取りしてくるやつがいるので、そこ警戒しながら次はもうちょっと立ち回っていきましょうか。こいつらは全員 B ラッシュしてくるんだなとか、裏取りしてね、イモリポジ来るんだなっていうのをちゃんと把握して次立ち回るっていうね。まあ、臨機応変にやっていくんですけども、まあ、ちょっとタイプだったらそれできないよね。うん。ケアパッケージ来てるパターンか。とりあえずカウンターと UAV 出していきながら、開幕だけちょっと前線上がってキルしていきましょう。タイプ25、ちょっとその遠距離無理かな。リロードして。さあ、この弾数でしっかりとナイス1キル。で、UAV 溜まったので、よいしょ、ゴリアテ使うタイミングで使っていきましょうか。さあ、ではゴリアテ召喚します。これが、XS1 ゴリアテ、CODAW の悪魔。よいしょ、さあ、白い卵からの召喚。さあ、これで有効化。あ、ちょっと待って、UAV 使うの忘れてた。ごめん。まあ、このタイミングで UAV 使ったらね、ゴリアテがさらに無双できるということで、非常に強いんですが、OK、ナイス1キル。2人目来るかな、いなさそう。来い。
いや来ないかな、いた、遠距離しっかりと抜いていく。で体力あるうちに遠距離行ってあれですよね、 B 入っていきたいですよね。結構前線勝ってるんだけどな、やっぱニュークタウンだからディス早いね。さあここでしっかりと壁抜きポージ使って、この弾無限をうまいこと使っていくんです。これですよこれ、ちょっと待って、オーバーヒートしそう、オーバーヒートしそう、誰か助けて。オッケー、これでオッケー。さあこの中入った状態でもう一回撃っていく。手前いるのかな、オッケー、はい、かかってこう、右めっちゃおるけど右からはランチャーが届かないから、うーわ、あれ使われた、なんだっけ、名前が出てこない、名前が出てこない、グラビティスパイクけど一発耐えたね。さあということで UAV カウンター出していきながらと、けどまあしっかりとね B 上乗ってずーっと守ってたんで、まあ、やっぱドミネーションの勝利にはちゃんと貢献できるんじゃないかなということで、来るかな、いた、1枚でビリビリ、そいつは多分しないからもう一回追い打ち攻撃、2人目、 OK、 来るかな、いた、ナイス。さあ腰打ち最強マンジー、待ってやばそう、そこです、いやーマジこいつボットか、危な。さあもう一回ゴリアテが溜まったけど、もう使うチャンスないですね。さあゴリアテ2回目一応出していきますと、うんー、オッケー、リロードする、ギューン決め打ちしたんだけどな。まあとりあえずね、ゴリアテ1回使ったんで良かったんじゃないかなと。まあ前半と後半あんまり変わんなかったですね、ペースとしては。うわマジか、ジャストミートだったね。これスモモギツネってボットだよね。最近のなんかボットパークもつけてね、投げ物を使うようになってるから強化入ったよね。基本的に果物とか動物ネームはあのボットなんで、あれは間違いなくボットなんですが、だいぶ強くなってますよね。今まではなんか立ち止まってね、ノーパークノーアタッチメントの初期スキンで売ってたんですけど、はい、とりあえず4491スコア、キル数の37キル5ですと。いいですね、30アシストもやってるんでだいぶいいんじゃないかなと。はい、ということでクロスファイアのドミネーションやっていきたいと思います。まあそうですね、ゴリアテ自体はニュークとかキルハウスとか、まあキルハウスはちょっと使ったことないんですけど、まあああいう狭めなマップだったらね、火力ゴリ押しで強いじゃないですか。ただまあこちらのね、ちょっと立ち回りというか遠距離チックなマップであれば、あの亀のごとき歩みのゴリアテパイセンどんな感じになるのかね、ちょっと試していこうかなと思います。逆に苦手分野をついていくスタイルですね、やっていきましょう。さあとりあえずこちら ICR なので、開幕どうしよっかな。結構火力不足なところがあるんですけど、まあ遠距離は結構安定する武器なんで、そこの命中率をうまいこと使っていきながらキルできたらなと思ってるんですけど、よいしょ、カモンいる、オッケー、とりあえず投げ物来たやつでもカットしていくスタイル。投げ物来たやつってちょっと日本語がわいけど、投げ物投げてきたら基本的にとつらないんだけど、まさかとつってくるんだよね、ああいうやつで。そう、普通さセムテックス来てたら、うわやっべーっつって下がるんだけど、全くその傾向がないというか、もう一切引かないから、引かぬこびぬ帰り見るっていう感じだよね。 B 取られてんな。とりあえず遠距離というか至近距離でこいつ殺していきながら、 B どこにいる、いた、お前や、お前よいしょ、まだ後ろいる、最悪。いやー結構 B 頑張ったんだけどな、多分カウンターまでしか溜まってないんだよね。いや B 確かに美味しいんだけどな、ちょっとああいうスモークで投げられちゃうと難しいところありますね。遠距離から抜けなかったらマジきついんだよな。遠距離カット、で多分後ろまだいるんで一回リロードしておいて、逆にそこ抜く。 ICR のこの強さ、よいしょ、 M4 の CQB 拾って OK 抜いていく。でこれで UAV 出して立ち回っていき、うっそー、こいつらやるよるな。足音聞こえたんだけど、あそこら辺結構混戦してるからなかなか難しいところありますね。さあとりあえず B のそこは打開していきたいんで、うまいことセムテックス投げて手前キルできる、ナイス1キルで、まだいる、うっそー後ろ、あのさーやっぱゴーストはずるいね。うん、わかんねえや、爆発させる、手前いるか、1キルで2人目いるんだよな、逃げる、逃げていってセンター行ったやつをカットで、 B をこっちから回り回ってポイントだけ確保したい。いやーちょっと時間足んなかったな。いや敵さん強いね。うん、 B ラッシュうまいことかけてきてね、投げ物とか物使ってうまいこと奪還してくるんで、これちょっと熱いっすね。ってなってくると多分タイプが強いんで武器チェンします。ただまあテンペスト溜まったんで、まだまだゴリアテが溜まるチャンスがあるというか、こういう時だからこそゴリアテは輝いてくる、圧倒的な不利な状況で使えるゴリアテ、溜まったらの話だけど。奥いたな、1、2、3、4、5、ここで行く、 OK、 ダブルキル、リロードする、 MSMC 拾ってリロードしといてからの、いやーモルトフ、それはまずい、マジで。うーん、どうしようかな、敵も B 入ってないんだよな、嘘、後ろ最悪。いや殺したんだけどな、敵さんが毎回裏取り来るね。これ打開ポジしていきたい、もうこれが最後のチャンスだ、ゴリ当て出せるかも。味方頼むから後ろ守ってほしい、俺が B に入っとくから後ろぐらいは守ってほしい、頼む、俺一人ではさすがに限界なんだ。うわ後ろから来やがった、目の前ね、さっきエイムアシスト引っかかったじゃないですか、わかる、あのグイグイグイって構えてたんですけどね。オッケー、
1枚カットでリロードしておいて、まだ来るからしっかりと見て撃つ。 OK リロードで UAV 出していく。頼むゴリアテ、俺に力を貸してくれ。ガンダムユニコーンバリにちょっと期待するわ。さすがにそれは無理と思ったら勝てる。さあここでテンペストオンラインね。お1枚 OK ゴリアテ溜まった。ここで打開ゴリアテですよ。来い、とりあえずテンペストでお前ら一掃する。 OK 待って、電話来た。誰、ちょっと待って、俺今戦争してるから。よいしょ、ゴリアテ出す。 UV とカウンター出して、頼む来い、ゴリアテ、よし来た。これで敵リスまで行ってめちゃめちゃ取っていこう。拠点くらえ、これがゴリアテの力だ。でまだ遠距離いんねえ、そこ遠距離いるからしっかりと抜く。でまだいるけども、あいつはちょっと無視しよう。後ろは任せたぞ味方。俺はもう A 拠点行く。後ろ下がりながら撃つ。お前らよ頼むぞ。 B はこっちは俺がキルしとくからよ。あ、味方 A 取ってくれてる。これで打開ポジ行こう。打開ポジ3点取り、3点取り。お味方なんで A 離れようとした。取っていこう、取っていこう。よし、これこれで無理やり、無理やり取る、無理やり取る、無理やり取る。オーバーヒートしちゃった。あとは爆発する。オーバーヒートしたら、勝ったけど。いや、これマジ熱くね。これがゴリアテよ、マジで。圧倒的負けポジからの3点取りができるゴリアテ。まあ、ランクまではね、溜まるまでいかないとしても、なかなかね、魅力的な新スコアストリークなんじゃないかなと。ああ、手汗やっぱ。はい、ということで、4200-03 スコア。ちょっとね、開幕しっかり後半ね、敵さんの MSMC しっかり、アウトライダーくんが毎回裏取りだとか、うまいことね、立ち回ってきたんですけども、なんとかとりあえず、打開できました。今回追加されたこちら、最強のゴリアテパイセン。よかったら皆さんこちら使ってみてください。はい、ということで、これからもね、コールオブデューティーモバイルの動画上げていきますので、もしよろしければ通知が届くようにチャンネル登録、高評価お願いします。それではご視聴ありがとうございました。